んばんは。すごいなんかカメラの 色合いがすごい薄い。なんでだ。こんばんは。やっほー。昨日はお疲れ様でした。そうですね、昨日ぶりですね。こんばんは。すごいなんかショールームの写りがさっき写そうすぎてどうしようって 感じ。どうしよう、なんだ なんでだ。こんばんは。サチがなんか若干薄そうに見えます。汗汗。こんばんは皆さん。白飛びしてるのかな。服が黒だか、そうなんですかね。なんかすごい お葬式みたいな。こんばんは。ジージー音がする。嘘。なんでだろう。ちょっとスマホの調子がもしかしたら悪いかもしれません。スマホの中でしてるかも、音が。こんばんは。イヤホンつけてみようか。最近はもうなんか調子悪くてね、多分ショールームを最近してなかったから、スマホがショールームに耐えれてないんだと思う。ちょっとイヤホンしてみました。でも最近ね、なんかスマホの調子悪すぎて、 iPhone のイヤホンしてもなんか調子悪いから、もう有線じゃなくてずっと無線のイヤホン使ってるんですよ。すっぴんじゃないんだよな。でもなんか顔が薄く見えますよね。なんでだろう、リップかな ああ気になりだしたら止まらないぜ。ちょっと持っててください。よし、ちょっとリップを塗ります。眉毛薄いって言われるんだけど、眉毛はね薄くしてるだけなんだよね。薄くしてるけど眉マスカラでね。でもあれなんでしょうね、実際に見たらめっちゃ普通にあるんでしょう。多分ショールームで 全然映ってないんだけど。ヤッホー。まあいいや、ちょっとこれ気にしててもちょっと話が進まないのでね。配信できるぐらいだから体調大丈夫だね。そう、体調はね、まあ、昨日もサイン会オンラインサイン会したんですけど、体調はね良くなりました。今日もレッスン行ってきました。もうね疲れて めっちゃ疲れて、もうヘトヘトに、体力が多分ね落ちてますね。ヘトヘトになりながら帰ってきて、しかも今日は怪我したんですよ。転んで膝と手の皮をめっちゃベリベリいってしまって、で今日午前中に歯医者に行こうって思って歯医者に行ってたんですけど、私めっちゃ厚底履くんですよ。すっごい高い靴、高さがある靴を履くんですけど、それで厚底のスニーカー、もう本当にこんぐらいある厚底で全力疾走してたんですよ。やばいやばいって、間に合わないって思って、
全力疾走してたら転んで、起き上がろうとした瞬間にももうゴキゴキゴキみたいな、まあそのヒールじゃないからゴキゴキはならないんですけども、靴が脱げて転んで起き上がろうとしてまた転んでみたいな、でも恥ずかしさでいっぱいになるわけですよ。私は通行人にも見られますし、朝だから交通も多いですしね。だからもうこれはもうダメだと思って、体調悪いふりしようと思って、体調悪いから倒れたんですよっていうのを通行人に見せつけようと思って、わざとフラフラしながら歩いたんですよね。もうなんかこけなくていい、普通にこけたので3回分と、わざわざ別にこけなくていい、わざとこけたので5回ぐらいあるんですよ。それでめっちゃこう膝がもうすごいことになっちゃって。 そう、私は体調が悪いから、靴が厚い靴を、高さのある靴を履いてこけた恥ずかしい人じゃなくて、体調が悪くてこけたんですっていうのをアピールしようと思って、もう本当に大げさにこうやってフラフラフラってやったんですけど、まあ別に特に心配されることもなく歯医者に行きましたね。で、まあ歯医者終わって家帰ってきて消毒して絆創膏貼って、もう絆創膏がもう1枚じゃ足りないんですよ。だからもう大きい、もうこんな関節用絆創膏みたいな買って 関節用ですみたいな。でダンスしてたんですけど、まあ STU は膝をつく曲が多くてですね、膝をつきまくってまたそこでダメージを蓄積して、今日はね体とちょっと若干心もすり減った、そんな一日でした。 そんな一日でしたね。痛かった。手もね、やっぱ手ってつくからさ、手はねなんか洗ったらねなくなったんですけど、若干皮がむけました。足がすごいです、私は今。しかも子供の時に大体皆さんはこけてきて生活していくと思うんですけど、ちっちゃい子供たちって。でも本当に子供の頃はあれだけこけても保健室行ってくるとかそんぐらいだったのに、大人になってこけたらもうなんかいたたまれなさ、恥ずかしさ、人生の無意味さみたいなのをなんか一気にこけた瞬間に感じるんですよ。その今まで見て見ぬふりをしてきたそのなんか人生みたいなものがこけた瞬間に降りかかってきて、それでなんかもうすごい泣きそうになるみたいな、もう泣きそうになるっていうか、なんならちょっともう表面張力ぐらいでじってたんですけど、大人になったら血が出る擦り傷っていうのを泣くんだなと 思いましたね。こけて泣きましたね。すごいね、切なかったです、心も痛かったって。今日そんな感じで朝過ごしてました。朝10時の出来事ですね、これ。朝10時こんなことを思うアイドル。でも歯医者行ってきて、その後に歯医者は私がねもう月1の楽しみで行っているんで、矯正のね器具をまた趣味に行ってきたんですけど、まあまあまあそれで元取れたかなって。 気分上がりましたね。新しいワイヤーに変えたし、まあ歯もクリーニングしてもらえたし、今日はそのために身を削ったんだと思えばって感じですね。 元ですらないかもしれないけど、歯医者楽しみなんだ。歯医者、まあ矯正っていうのもあるし、あとクリーニングしてくれるんですよ。なんかご厚意でいつも表と裏クリーニング大好きなんですよね。なんか何されてるか分かんないけど、すごい回転する多分丸い感じの歯ブラシで磨かれるんですよ。 それがね気持ちよくてね、なんか歯石取りとはまた違うんですよね。なんかすごいキュルルルルルみたいな感じで歯をきれいにしてもらいました。ツルツルになりました。 今日親知らず抜いてきた。あら、お疲れ様。
知らず怖いですよね。時間どんぐらい、私45分ぐらいですかね。なんかもう歯医者さんに STU ってことがバレてから毎回お仕事に支障ないですかって聞かれるんですよ。で、支障、もう支障ないですっていう、ね、まあすごいありがたいんですけど、私も本当にお仕事の日以外お化粧しないからすっぴんで歯医者行って歯の中を見られながら、お仕事順調ですかって言われて、まあ、すごい恥ずかしくて、ああ順調ですへへへとか言っておかげさまでって、そうなんですよ、見張りしてるからすごい恥ずかしいんですよ。おかげさまでへへへって言ってます。もうね本当にね、なんだろう、この気持ちね分かってもらえない、分かってくれるのメンバーだけかもしれないんですけど、もうねなんか仕事で綺麗にしてもらえるから、なんかプライベートで綺麗にする必要がなんか見出せなくなってしまった全然、いや本当ダメだよね。だって世の中の働いている女性さんたちはさ、みんな朝からメイクしてお仕事行ってるっていうのに、もうねすっぴんでいきます。私美容院もすっぴんでいけるっていう鋼のメンタルを持ち合わせてますそうなんですよ。でもショールームのためにメイクはしました。ショールームのためにはするっていう、あのだからもう私の中で多分ショールームはオフじゃないんだなって思いますね最近オンなのかもしれない。だって家の中にいるだけなのに、家の中にいるだけなのに、メイクをしてショールームもすっぴんでいいのに。ショールームねすっぴんでする時もあるけど、なんか最近はちょっとするようにしてます。髪の毛めっちゃボサボサだ。今日レッスンすごい大変だったから髪の毛がボサボサって汗汗汗汗。こんばん。最近寝ないね。いやそうなんですよ、寝てないんですよ。しかもなんか最近ねちゃんとしてるんですよ建前ちゃんとしてる。まあね、プライベートのオフのオキちゃんが見たかったらちょっとまた見に来てください。ちょっと配信じゃ見せないんですけど。オフのダラダラしてるオキちゃんはどこに、そうだな、まあ結婚とかしたら見に来れるかな。まあ結婚する気ないけどどうやったら見せてあげれるだろう。そうだな、私の家の家事とかをしてくれる人だったら招くかもねこの私のすぐ最近もうなんかこの流れみたいになってしまう、やめた方がいいネタ、本当にやめなきゃって思うんですよ。この結婚を自分から匂わせといてのこのね、煽りたいわけじゃないんです、ごめんね、ごめんね、ごめんね私の中のマイメロが謝ってます、ごめんねの中のマイメロが謝ってる心の中で。視聴者さん煽ってごめんねマイメロこの流れが好きなの、みんな煽ってごめんねフフ似てない似てるよね、わかる、私も似てると思うんだ。マイメロマイメロのものまねです。すごいなんか流れ星のギフトとか、あれこれ流れ星？
ありがとうございます。なんか8月、昨日を除いて、昨日はオンラインサイン会だったんですけど、昨日を除いたら8月14日ぶりにショールームするんですよ。で、その時にタワーをいただいてて、タワーのお礼をしようって思ったんですけど、なんかまだ半分かけてなくて、半分っていうか、あれなんですけど、なのでちょっと少々お待ちください。お、すごい、なんか、なんだこりゃ。12星座だ。わかった、今じっくり見たら。ありがとうございます。すごい、なんか すごい、なんかお星様が、みんなと一緒にお星様見れて嬉しい。マイメロ、オキメロ、オキメロ、みんなと一緒に星空見れて嬉しい。いや、ちょっとプーさんになってきてる、だんだん。ダメだ。プーさん味が。ありがとうございます。ちょっとプーさん感。いや、タワーのお礼したいんだけどね、前回のお礼がさ、まだ途中なんですよね。どうしよう。書いてるのは書いてるんだけど、書いてない人もおるんですよ。3人ぐらいしか書けてない。何やってたんてね。まだ3人しか書けてない。おしおし。今日の分だけとりあえず書いて、8月14日の分明日一気に書こうかな。3人しか書いてない。杉やんさんと一文字さんと、あとね、トニートニチョッパーさんしか書けてない。あのね、ショールームさ、タワーさ、誰がくれてたっけと思って、さっきこのショールーム始まる前にめっちゃ調べてた 記憶を整理してた。そう、なんか宿題チェキって分かります？あのメイドさんがさ、チェキ取ってさ、なんか家で持って帰ってデコってくるのを、あの持ち帰ってくるの、宿題チェキ、宿題チェキになるの、宿題タワーみたいな。そんな感じ今。ちょっとね、8月14日にいただいた人は明日もう一気にブワーっとお礼しようかな。しかもね、私ね、もうこれがね、なんだってどうしたもんか。七並べのお礼もたまってるんですよね。宿題、夏休みの宿題かな、もしかして。ねえ、ごめんね、みんなお待たせてて、本当に申し訳ないね。謝罪してます、今。結構心からの。覚えてますよ。31日 まだ8月31日じゃない。確かに。確かに31日まで宿題はまだ提出期限じゃない。もしかして。終わらない、終わらない、全然終わらない、8月最終日の宿題、適当にやってもしょうがない、でも適当にやるしかしょうがない、とりあえずひたすら書きまくれ、わからないわからない、全然わからない、8月最終日の宿題。これは桃色クローバー Z さんの「ワニとシャンプー」っていう、この夏にぴったりな曲です。ありがとうございます。とりあえずじゃあ今日の分だけ書きますね。
ちょっと七並べももうちょっと待ってください。ごめんね。よいしょ。トトさん、十二星座タワーありがとうございます。とりあえず今日の方、8月14日の人たちは明日に、明日に。あとトシさんかな。よいしょ。トシさん、結婚してタワーありがとうございます。結婚してタワーしか投げへんなありがとう。 Thank you。 今日の方、とりあえずありがとうございます。結婚しない、結婚はしません。私と結婚したいのであればしたいのであれば、ご飯料理が上手になって、整理整頓アドバイザーの資格を取って、で、あと料理掃除、あと洗濯、なんか洗濯物の資格も取って、すべて取ってから求婚されたら、多分私はもうイチコロです。とりあえずの家事がプロ並みにできる人が嬉しい。もう本当にね、こんな人生なめくさった22の小娘に休校なんかしない方がいいですよ。でも私昨日ね、なんか夜中ってわけじゃないんですけど、夜9時ぐらいに突然掃除したい欲が湧いて、まあ、今日メールにも書いたんですけど、3時間ぐらい掃除してて、大掃除みたいな感じで、普段しないようなこう窓のサッシの部分、こうやってシューとかいろいろしてました。そう、でも断捨離もして、ポコちゃんの家もついでに掃除して全部してきました。でも布団も洗って、ついでにじゃあ自分も掃除しようと思って、お風呂入って泥パックして、もっちもちにして、すごいね、リセッシュしてきました。ポコ見せて。ポコ今ね寝てるんですよね。でも昨日いっぱい動画撮ったんですよ。なんかすごい、なんかお風呂入ってて、砂風呂、ハムスターって砂風呂なんですけど、砂風呂に入ってて、すごい人間みたいに洗うから、体をこうやってこうシャ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 みたいな
こう脇とか、脇が存在するのか分かんないんですけど、脇とかこうやって洗うんですよ、シャ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 って。人みたいだなと思って動画撮ってたんですよ。じゃあ見せてあげたいですね。まあ洗うっていうか毛づくろいみたいな感じなんですけど、そう持ってるやろ。いや本当に持ってないんですよ、マジでね見せたい。本当にねめっちゃこうやってこう四足歩行なのにこうやって洗うんですよ体。いや見せたい。ちょっと嘘じゃないんです。スペサボとかにいつかあげるかも。おきちゃんも砂風呂にしたら。え砂風呂ってさ、でもちょっと気持ちよさそうだよね正直。だってあれですよ、ぼこちゃんの使ってる、私本当にねぽこ太郎には本当にいい素材のものばっか使ってあげてるんですよちゃんと。だからぽこ太郎のあのお風呂、まあ、その砂はめっちゃいい砂ですからね。もう本当に舐めないでってぐらいのちゃんとしたもうサラッサラのもう肌触りのいい砂なんですよ。そうそうそう、いやだからちょっとなんかいいなって思うよ、その入れたての砂とかにダイブしてる様子見たらすっごいねなんかドリルみたいに回転しながら入ってくんですよ。いいなーって。砂風呂ね、日本人はどうなんだ、人に人用ってあるのかな。ポコちゃん高級なの分かってないですね、分かってんのかな。あの床材、床に敷くなんかいろんなやつがあるんですけど、床材って種類が木くずとか綿とか、私はねすごいあのちょっといいやつを使ってあげてるんですよ本当に。えこの量でこの値段みたいな、本当にね分かってんのかなって思いますね。たまにこいたくなる。あなたがそこかしこにトイレしているこの床材はあなたの健康を持ったとてもいいやつなのよ、トイレでしなさいって思うけどね、ハムスターはしつけがね難しいんですよ、うん、もうね無理ですね。もうトイレはもうあのそこかしこでしてます。でもさ猫とかさなんか言うよね、よく聞く、猫用のためにこう家とか椅子とか買ってあげてもその椅子を入れてた段ボールの方を気に入るみたいな。人の心分かってもらえないですね、あの獣たちは。ハムスターはトイレ覚えないですね。あなんか おしっこはしてるっぽいんですけど、何せ見たことがなくて、なんか砂の上でしてて、そしたらなんかその砂が水分がかかったら固まるじゃないですか、だからその固まった部分だけいつも取り替えてるんですけど、結構ね匂いがすごいから。でもねなんかしてるとこは見たことないんですよね。うん、してるのかもしれないけど分かんないですね、そんな犬とか猫みたいに全然分かんない。なんかいつも虚空を見つめて砂の中にいるときもしかしたらしてるのかな。いやでもそんな仁王立ちでしてることないよなって思いながら見られないようにしてるのかな。やっぱポコちゃんもねメスですからね。キューさん撮ってたんやろ。あそう、舞ちゃんはなんか舞ちゃんの家に預けてる時に写真が送られてきて、ポコおしっこしとるみたいな言われて、なんかすごいあのポコちゃんがすごいもう本当
当に無表情な顔でカメラを見つめている写真が送られてきました。もうなんかこんな確かに感情はないような顔をしてるけど普段からにしてもないでしょぐらいのなんか虚無って感じの虚無スターの写真が送られてきましたね。虚無スターでした。異名が増える。それな。キョムスターでした。いやちょっとね、舞ちゃんとポコちゃんの話でしたい話があるけどね、ちょっとね、なんか、まあ、本人がね、もし話していいって言ったら話そうかなって思います。いやでもな、ちょっとやめとこうかな。まあまあまあ忘れてください。ポコちゃん充電が心配なんですよね。今日ちょっとなんか音が悪いからイヤホンつけてるんですけど、イヤホンつけてたらね充電ができないから怖いな。そんなやばい話、いやそんなやばくはないんですけど、あちょっと勝手に話すのはやめとこう。ポコちゃんおポコポチュ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 流れ星ありがとうございます。あと何パーセント、何パーセントだ、ちょっと横にしてるか分かんない。ああ私最近謎にさ充電器のパーセント分かんないようにしてるんだ。うわーん。予想はでも 40% ぐらいですかね。そうだ、なんかさ最近パーセント表示できないようにできますよね。なんかなぜかできないようにしちゃったんやな。多分赤じゃなかったから多分黄色でしたね。なんでわかんない、なんかそうなってたんですよね気づいたら。わかんない、若者のおしゃれかも。あえてパーセントを表示しないおしゃれっていうのかもしれない。なんでですかね、やばね。シンプルザベストでねやらせてもろて。困った困った。まあ、多分ね 20% とかになったら警告が 20% ですみたいな出るんで、多分それしたらショールーム止まると思います。お元気になりましたか。元気ですよ、ありがとう。もうすぐしたらアットジャムですね。今日はアットジャムの PR 舞台のレッスンをしてきました。今週か、今週アットジャムと今週末はヒロフェスもあります。よろしくお願いします。岡山未来ホールの花だれ公演当たりました。お、花だれ公演よろしくお願いします。アットジャム、いやなんかそういえばさ去年のアットジャムが、うん、出演取りやめにしたんですよねコロナで。だからアットジャム結構久しぶりかも。楽しみだな。アットジャムって他の方に会う機会あるんですか。どうだろう、コロナ前は結構お会いできてたんですけど、なんかティフもそんななんかこうライブを見たり見学とかがちょっとダメになっちゃってて、まあ、ほぼずっと楽屋にいた
からドジャムも多分ねそんなにまあ時間とかが合えばお話ぐらいはできるかもしれないけど、なんかライブを見たりとかはできないかもしれないですね。悲しいね、見たかったな。そう、なんか楽曲、そうそう、他のグループさんとね変えてやる企画とかもあります。うん、アットジャムもぜひ楽しみに。 PR 舞台と ST48 で2日間出演させていただくので楽しみです。うんうん、アリーナだよ、アリーナ。楽しんできて、楽しみに来ます。ありがとう。はあ、お腹すいた。今日ワイヤー変えたばっかりだからなんか柔らかいものしか食べてなくて、豆腐っていうすごいあのとても柔らかいものを食べました。めっちゃお腹すいてる。お肉が食べたいよ。お肉、お肉が食べたいな。ヘルシー、そう、豆腐とホッケ食べた。ホッケ。お腹すいた。満たされんで、こんなんじゃ。こんなんじゃ満たされへんで。めっちゃあの無意識のようにお腹すいたって言ってたらスルーしてください。お腹空いてるんだなと思ってください。明日はがっつりお肉行く。いやいや、ワイヤー付け替えたばっかりやねん。外れちゃう、外れちゃう。お腹空いたな。11時40分。早いですね。今日ももうすぐ終わりそう。せっかくだし、ちょっとカラオケでもしようかな。イヤホンつけてるし。人気曲ランキング1位、ファンサ。最近ずっと1位だな。なんかショールームのね、カラオケランキングみたいなあるんですけど、ずっと1位だな、ファンサ。私も好きだけどね、私のカラオケのお箱よ、これ、実は。好きになって、もっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった投げキスで虜にする、もっと夢を見せる、もっと楽しんでて、愛のこもったスペシャルナイト、ファンサしちゃうぞ。前の1位なんだっけ。前の1位はトットコハム太郎ですね。謎ですけど、トットコハム太郎はね2位でした。確か2位か3位でした。ファンサって誰の曲。ハニーワークスさん。安定のハム太郎。なんでハム太郎、ハム太郎歌いたいな。ポコちゃんと一緒に歌いたいな。それでは久しぶりにちょっとああ聞こえますでしょうか。やがて必ず届くことを回遊は知っていたんだ。ずれてないです、出てたんですよ。人は誰でも大切なことを忘れる。穴に熱く語り合った日々も色褪せてくのさ。激しい嵐のいくつかの夜過ぎれば
振りがちょっとあやふやになってきた早めに思い出さないと。ありがとうございました。夢をガラス瓶の中ね、指をもうね今日ダメだ、もう口がね回らないんですよね。夢をガラス瓶の中にでした。ありがとうございました。四国公演したいな。ちょっとガクガク大丈夫？見えますかね？それでは続きまして聞いてください。岬への坂道をどれだけ一緒に歩いたか、まだ幼い手を引いて遠ざかる船を見た。瀬戸内の妹よ、
ありがとうございます。瀬戸内の妹でした。今ちょっと花は誰のもの公演で結構聞く機会が多くなってるんですけど、前まではね全然披露されないレアソングだったんですよ。実はこれが入ってるのすごいね。ちょっと頑張って歌います。聞いてください。あ、ちょっと準備できるまで待つね。私は池田ゆら、歌が上手い。今日久しぶりに池ちゃんに会いました。何ヶ月ぶりの池ちゃん、池坊、とても赤ちゃんでした。見てください、オッケー、見ながらこれを
ってすごいね。これ歌うの。ありがとう。こういきちゃんが歌ったらめっちゃあのすごいいい曲で、いや私が歌ってもいい曲なんですけど、いきちゃんが歌うともっといい曲になります。それではそろそろ終わろうかな。壇上を読んで。周りをよく見ればここ好きなんですよ。みんなぼっちばかり、これずっと周りをよく見ればみんな凡人ばかりってずっと凡人かと思ったらぼっちでした。めっちゃ凡人凡人凡人言うやんって思ってたらぼっちでした。ぼっちばかり君から教えられたこと。こういうのあるよね。なんか自分が参加してない曲って歌詞を知らないから知らずに聴いてるんですよ。だから結構そういうの多い。一杯の水もねすごいね誤解してた。なんかどこだったかな。ちょっと壇上読みますね。13位バンボシさん、12位とりあえずルービーさん、11位ちしたさん、10位しおさん、9位しろくまさん、8位松さん、7位マッカさん、6位サンピラさん、5位ジェリーさん、4位きのこのみさんでした。実際か夢の皆さんありがとうございました。そして3位がこぼちゃさん、2位がとしさん、そして、1位がとうとうさんでした。3位か1名の皆さんありがとうございました。とうとうさん、としさん、タワーもありがとうございました。11時58分もうすぐ終わりですね。あ、59分か。ありがとうございました。今日なんか花は誰のもの、のあめっちゃ小ネタなんですけど、花は誰のもののめっちゃ昔の資料が出てきて、花は誰のもののレコーディングの時のあのやつが出てきたんですけど、レコーディングの時のタイトルは国境が消えたらでした。そんなどうでもいい、はい、ことを小ネタに挟んでおやすみなさい。花は誰のものは皆さんと一緒のタイミングで知りましたね。そうなんや、タイトルこれなんや。ありがとうございました。おやすみ。もし、この世界から